やるか。あれ、壊れたか。無人島に好きな女の子と二人きり。はい。そんなシチュエーションに巡り合えたとしたら、あなたはどうしますか？ああ、どうしようかな。びっくりした。その女の子をものにしますか？ああ、そうかもしれないな。それとも無事に帰るまではと我慢するのでしょうか？なるほど。そういう考え方も。答えはどちらでも構わないのです。それは相手によるだろう。問題はそんな美味しい話、現実にはそうありえないってことなのです。問題定義がひょんなことから非現実的すぎて。お前とあなた無人島にたどり着きました。その思考までまだたどり着いてないぞ俺。しかし数々の困難な問題があなたを襲うことになるでしょう。なるほど。それが現実というものです。いやいやいや、ここで悟されるのか。その現実を乗り越えたとき、何が待っているか。それは現実じゃないんじゃないか。それはすべてあなた次第。道は必ず開けているのです。風呂敷広げるだけ広げて俺に渡してきたなこいつ。あとは自分で片付けてください。無人島物語 R 2人のラブラブアイランドやっていきたいと思います。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりですの方はお久しぶりです。ニューゲームしかないんで、なお猿はウキウキしてんだ。お猿、あなたの名前を入力してください。秀樹。誰が秀樹や、誰が秀樹や。俺は佐々木だ。佐々木、木しかあったらタイトル画面に戻りませんよ。なんで、あ、決定を押せばいいのか。スタートボタンじゃないのか。これでよろしいですか。はい。おー、どこだろうな。絶え間なく聞こえてくる潮騒の音を枕にいつの間にかうとうとしてしまった。まさかこのまま流れ、どういう、うわ、びっくりした。ピコンがうるさい。小さい頃の夢を見ていた。まだ親父やおふくろがいて静かに暮らしていた。夏休みが楽しみでいつも泥んこになって遊び狂っていたっけ。ホラーゲームじゃないよなこれ。21年前俺が生まれたところもやっぱりこんな風に海が近くていつだって真っ暗に日焼けした。9年前の俺か、いや10年前の俺か。実況始めた頃じゃないか。どんなに寒い冬でも半ズボン一つで飛び回っていた。だがその土地に帰ることももうない。どうして。美しかった、ごめん、美しかった思い出もまるで空ごとのように反芻するだけになってしまった今となって。どういうこと。親父の外国への転勤が決まり、ああそうなのか、外国に来ちゃったのか。決して安全とは言えないところへ二人は旅立っていった。ああびっくりした。あ親父、ああそっちね。俺は高校を卒業し周りの反対を押し切って大学を受験した。誰の反対してます。合格通知が届くと同時にわずかな遺産を手に親戚の家を訪れた。なんだお前突然、お前自分語りで陶酔してやがるこいつ。思わずため息がこぼれる。今ため息だった。ため息でなかなか、ふぅ、ってなかなかないよな。はぁ、だよな、はぁだよな、やっぱりため息と言ったら。ごめんな、どうでもいいことで。どうして思い出すことになったんだ。学費の工面や生活費を作るので精一杯の3年間。こんな風にゆっくりと過ごすなんて、本当に入学以来のことだったから。このピコンやめてもらっていいですか。なんですか。俺が今文句を言ったから BGM 止められ、おおバランスがおかしいぞお前。髪のボリューム、顔の小ささ、首の長さ、バランスがおかしいぞお前。大丈夫か。目の大きさもそうだが。友人のショー、すんごくいいお天気だな。ま
常夏のハワイに雨は似合わない。俺は何しに来たの、ハワイに。そうだな、まさかお前がこんな旅行に誘ってくれるなんて思いもしなかったよ。俺が誘ったんだ。もう最高の気分だよ。こいつ変なところに濁点を、なんかこうスタッカートが。別に俺の力でできたことじゃないさ。それはいいっこなし。ちっちゃいやつが好きだなこいつ。お前が家庭教師で引き受けている教え子たち全部、それにお前のたち4人。ん？どういうこと？みんなハワイに行かせてくれる親なんてバブルの時代にだってそうはいないぜ。あ、どういうこと？死んだんじゃないの？ごめん、ちょっと話が見えなくなっちゃった。それが現代の常ってもんだろ。悲しいかなってさ。かなってさ。ま、ま、それが現代の常ってもんだろ。悲しいかなってさ。それよりよ、真似しよう。せっかくなんだから、それよりよ、楽しもうぜ。好きだわ、こいつ。翔。俺の唯一の友人、翔。ここはハワイ。全部で6、全員でって言うだろ、それ。ああ、そういうことか。すごいな。そりゃすげえ。家庭教師のアルバイトやってみようかな。すごいね。ねえねえ先生、何してるの？この子？いくつだこれ？ぼんやりしてないで遊びに行こうよ。すごい髪型だな君。この彼女はなんて名前だ？すごい髪型だな。紹介してやってくれよ。そんなもんかね。ヘイヘイ、なんか楽しそうじゃん。何やってんの？またバランスが悪いやつが来たぞ。こいつも友人なのか。ヒロキ、ユウキかな。俺の教え子たちのさ。そりゃのけものにされちゃ困るわ。でっかい合コンみたいなことになるのかな。で、これはこのかわゆい子猫ちゃんはなんていうのかな。時代を感じるな。うひゅひゅ、怖っ。13歳。血を吸う妖怪だろこいつ多分。トウコ、うひゅ。いつも元気が取り柄のトウコ。これでトウコって呼んだ。勉強の方も元気に取り組んでくれるといいんだが。勉強は真面目じゃないのか。なんか楽しそう。何やってんですか？何やってんですか？教え子たちがわらわらと集まってきた。ほら次、なんだこれ、美穂かな。はい、藤岡美穂、13歳です。犯罪。趣味は貯金、実りある将来のために頑張ってます。頑張ってくれ。趣味は貯金、言い張るところが偉いわ。そうか、年に似合わず現実主義。そうか。キララ、橋原キララ、こう見えても一応女だよ。小一、16歳。一番上じゃんこの子は。今のところ男勝りのキララ、かっこいいな名前が。剣道の有段者でもある。余計なもんくっついてきてんだ。しかも意外なことに、あいつの家は代々続く茶道の家元だったりするんだな。全然意外じゃないぞ。漆崎、怖っ。ゆかで、小一、エヴァに乗ってるだろ。16歳、漆崎ゆかさん。みんな俺犯罪なんだけどどう思う？はい、まあいいか。次、佐々木も冷たいな。佐々木のこれは、うわっ。高校2年、17歳。バランスブレイカーが集まってるな、ほんとに。森下なんて、なとの？趣味は小説を書くことです。よろしくお願いします。おばさんの声だけどな、完全に。しっかり者のなとの、なとのでいいのかな？生徒会長を務める、高二次生徒会長。まあちょうど今、上がいなくなった時期なのかな。夏じゃない？まあいいが。次は
私ですね。お、雪見です。お、橋本雪見。なるほど。高校3年生。高校3年生。18歳です。病気がちなので皆さんにご迷惑をかけるようなことにならないといいんですけど。ついてこなきゃよかったのに。無理すんなよ。よろしくお願いしますね。こんなこと言ったら嫌われるんだろうさ。雪見は体が丈夫じゃない。お前反芻してるだけだぞ。だけど彼女の真の強さはいつも俺にとって自分に対するいい戒めになる。何を言ってるんだ佐々木くんは一体。君の可愛い生徒さんたちは以上かな。じゃあ次私自己紹介するね。どちら様で。中島理香です。工学部4年、23歳。この度はお誘いに預かりました。いえこちらこそ。大学きっての才女として有名な理香さん。同時に多数の男どもの憧れの存在でもある、まあ、この子もあれだな、往年の工藤静香ばりのボリュームがすごい。今回はヒロキが、いやわからん、結城が誘いに誘って連れ出した。あーなるほど。じゃあ次は俺ね。びっくりした。俺ヒロキ。みんな年俺ヒロキ気にしないで呼び捨てでいいから。じゃあよろしく。じゃあよろしく。悪友である。友人を紹介するときにあまり悪友って言ってほしくない。なんか、まあ、別にいいんだけど人それぞれ。おお、何者。あなたたちの先生より1学年年下の文学部2年よ。はあ、よりどりみどりだな。ちゃんと年齢にばらつきを持たせてくれてるね。俺の元彼女ではすごいな。テニスやってたろ。お前テニスかバレーやってたろ。少々複雑だがやっぱり広げますね。でどういうつもりだ。最後は俺かな。かっこいい。高藤昇っていいます。君たちの先生と同じ工学部3年、22歳。よろしく。男前だな昇。スポーツ一筋の硬派青年。昇は男から見ても惚れ惚れするような肉体の持ち主だ。もうちょっと髪は短かった方がいいな。裏表のない性格で俺とは馬が、誰とでも馬が合うんじゃないか。そじゃあ一通り終わったところでちょっとお茶でもしよっか。今登るに馬が合うということによって自分も一つ、まあいいや、余計な考察をやめよう。俺一人じゃ女8人は手に合う。女8人もいたっけよ。意味ありげな笑みを浮かべて近づいてきた。おいおい、なんかすげえことになってきたじゃん。これはでも確かにすごいことになってるな。興奮する気持ちはわからなくないわ。お前の教え子ってさ、すげえ可愛い子ばっかじゃん。うん、確かに。しかも瞳もいるし、憧れのリカ様もいる。瞳っていうのが元カノか。んでもって、ここはリゾートハワイ。これでなんかなきゃ嘘だぜ。いや、まあそうだな、そうかもな。なんかってなんだよ。なんだよって決まってんじゃん。こんな素晴らしいロケーションにて男と女。おう。やることは決まってんだろうが。お前すごいな。なかなか直球。お前佐々木。ウブも程があるだろう。だるまさんがこの場でもやるってか。ハワイに新しく預金口座でも作るってか。なんだろう。やるってか。作るってか。しかもこの2択、どちらも完全に面白くないけど、まあ B かな。バカ言ってんだよ。まあいいけど。いやもう決まってたろお前返すこと。ロリからお姉さまで美女たちに囲まれて。お前ロリって、これは幸せそのものだぜ。もうロリって言ってる時点で怖いわ。ちなみに俺人生でというかこの世界で一番許せないのはロリコンだからね。全員を口説き落としてみるって言うんじゃないだろうな。無差別武道大会でもこれはもしこれでそうだよっつってシュッてこうなんて言うんだろう、ブブ隊を指さしてさ、そういうのを期待してしまうな。ずっそうなこと言うなよ。俺は平和主義だぜ。やっぱりそうなんだ。もっとフェアに皆様のハートを射止めてご覧に入れましょう。うん、もっとフェアに、うん、武道大会もまあそう射止める。そうか。宇宙、お前と登るは対象外である。何、あ、注意の注意。今ちょっと本当にびっくりしたんだけど。ちょ、お前急に大きな声出すなって。上機嫌で去っていった。
早速行動開始ってわけなんだろう。何が、うん、あら、なるほど。なんでもう二択なのこれ。俺物静かな子は気になってはいたんだけど、まあでもまあ犯罪だけど。リカさんのことなんだ、瞳のことなんだ。リカさんかな。じゃあ元カノコース、ヒロインコース、いや元カノコースで行くか。だって多分まあまあまあ実際のところっていうところだともっと難しいな話になってくるんだけど、まあやっぱりヒロキくんがリカさん憧れで呼んでるわけでしょ。で元カノとくっついてほしいからひとみさんを呼んだんでしょ。それだからこれはひとみでしょ。ああ、まあ、そういう考えなのか。なるほどね。なるほど。まあ気心を知れてるというかさ、お互いに一度裸を見た関係ってのはやっぱりなんかこう通ずるものがあったりするからな。実行に移すか移さないか考えるのは次の話としても、気の弱さが不幸を招いてしまった野郎なんか連れてくるんじゃ。なるほど。何？なんで？別にどっちも失敗じゃなかったよ。のぼるを連れてきて失敗ではねえよ。じゃあひろきゃん悪いけど。あれで？男が5人しかいないとしか思えないぞ。佐々木もやっぱ考えることは考えてたんじゃないかな。なんとかできんのか。おお。うん。はい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 。なるほどな。どっちも素敵だけどね。でもちょっと上は。怖いな。 B かな。いやどっちも臭いけどね。まあ B でいいんじゃない。カフェテラスで楽しくお茶をしている女の子たちのところへ行き、即実行に移した。勝利の女神は微笑み、彼女は快諾してくれた。おお、ここ重要なんじゃないの。もう早く無人島に行けってこと。クルーザー早く早く転覆させろって。むちゃくちゃだなこのゲーム。なんだ、島が見えるぞ。目の前に小さな島が見えてきた。地図にも載ってないような小さな島がある。これが無人島かな。うん。ふと足元に朽ち果てた看板が落ちてる。ワニ注意みたいな。海ワニっていうらしいからな。船の出発着の事故かな。あ、はいはい。お、瞳。8割ぐらいセーラームーンだよな、こいつ。あとの2割はオチョウ夫人だな。瞳の提案で絵画付近から島内を探検してみることでした。はい。やはり人気の、ん？人の気配はない。すぐにみんな飽きたようなので、クルーザーを止めたところに引き返す。はい。あれ？全員がってことは、あと何、あと誰だ。怖っ。めちゃくちゃ怖いな。ちゃんと話してると地図にないってのが怖えな。抜け駆けも、わあ、そうか、そうか。恐れていたのか、お前、本当に。不安や恐怖で今にも爆発しそうな俺に向かって瞳が口を開いた。
確かに冷静だな。お、瞳なんかまっすぐな目をしてるな。不安に駆られたこう気取ってる感じはないっすね。瞳がみんなを連れてきた。おー、ロッジみたいな感じかこれ。誰かが住んでたってことかな。もともとは無人じゃなかったってことだよね多分。ラッキー、まさか家があったとは思わなかったわ。使えそうよね。こんなものがあるってことは誰かここに住んでいた人がいたってことだな。そうだな。とにかくありがたい。早速直すとしよう。夜の帳が降りようとしている。それ言いたかっただけだろ。広大な海に消えゆく夕日は素晴らしいものだ。俺たちにはそんなものに気を配るゆとりは全くなかった。そうか。なかなかやるじゃない。立派に完成したわよ。どれ。おー、すごーい。どこにこの技術が。俺たちのキャンプ。これからどうするか。助けのあてはない。当面どころか。明日帰れるかもしれないし、ひょっとしたらものすごい長丁場になるかもしれない。そうだね。すごい前向きだなマジで。みんなもうサバイバル慣れしてるな。相当な修羅場をくぐってきてるぞこいつら。それだよそれ。俺だったらもう海から多分離れないと思うもん。なるほどね。なんで笑った。へえ、びっくりした。あんたにそんな決断力があるなんて。まあ佐々木の言う通りよね。反論の余地はないわ。持ち合わせの食べ物なんか持ってきてるもんなのかな。みんなほぼ水着に T シャツみたいな感じじゃないんだ。なんで手持ちの食料を持ってたんだろう。ここでバーベキューするつもりだったんだな。頑張ってこじつけてるわ俺。こじつけに付き合ってるわ今。なんじゃこれ。なんですか、なんですかこれは。編成、これが俺か。待て、まあ俺と瞳だろだ。あー、じゃあこうで、この一番わ、あ、緑の髪って一番若い子って違うな。これがいいんじゃない。あー、いや違うな。あー、でもこれ二人くっつけてあげるか。いや、この子供たちにやらせるの無理だろ。無理。こうだな。これがいい、これが。間違いを犯すなよ。いいじゃない。何がゴーなんだ、これ。システム。何の説明もないな。説明書あるから読むか。ちょっと待って。まあ、ちょっともう少し探索してみよう。アイテムは小さなナイフと非常食セット。7つか。宝石 SOS。宝石って。殺し合いが始まるぞ、これ。行動パーティー1。ご機嫌取りは無理だろうな。デートも無理。お休み、探索だな。俺たちは探索をしよう。探検する場所を選んでください。はあ、なるほど。上がエリアちゃんだ。一気に行けたりもする。こっからスタート。じゃあここだろう。さて今日はどこまで行く。今のが瞳の声で、パーティー1が、料理してもらおうか。無理だな。非常食セットで非常食作れる。いやー、これ調査じゃない？調査してくれ。あー、なるほど。少し明るい密林にはバナナがある。メインキャップ、あー、わかった。これはね、料理だ。この子たちには料理をしてもらおう。非常食セットで。ちょっと苦手。あ、残してもいいっつった。いや別に食わなきゃいいじゃん。食うな無理して。で、お前ら探索してこい。
メインキャブからこれ、少し明るい密林のバナナを食ってる。今日は何を調べるんだ。おお、素晴らしい、前向きじゃないかヒロキ。ノボルを連れてきたかったな。今からでもこう機械のメンバーを交代したいんだけど、多分そういうのは無理なんだろうな。 GO! 私頑張ります。誰、うっそうとした密林発見。めっちゃ体力減ったぞ。非常食作成中です。やった、バナナ入手。あー、しかし スタミナ使ったな結構。探索はやっぱり二人で、うわー何にもできねえ俺たち。 GO!体力を回復しました。おお、いいね、ラブがプラス1になったぞ。おお、いいじゃない、いいね、疲れてるね料理組。よし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 、非常食を食べました。まずいです、怖いわこの一文が。お、船じゃないか今。船だろう、でけー貨物船か。あー、火を起こすしかないか。どうすんだ、当たり前でしょ。私は早くこんなところからおさらばしたいの。あれ、急にお嬢様キャラになった。あれ、突然ツンケンし始めたぞ。私があなたと飢え死にしなきゃなんないのよ。冷た突然突き放されまくってるんだけど、これなんどういう原理原則がわからん、きついな。だって本当のことでしょ、女心と秋の空ってやつか。船がどっかに行っちゃうわ、お前脱げ瞳。おい、こっちだ。佐々木の特技、おたけび。だってそれより他に方法がないじゃないか。ほら瞳も。はいはい、わかったわよ、やればいいんでしょ。超お嬢様だな、間違いない。お願い今日はここまでにしよう、また次回。佐々木一行は、佐々木一行の運命を見たい。また次回、お疲れ様でした。早く終わってくれ、今までちょうどいい方が、お腹いっぱいだ。そうだね、そうよ、焚き火よ焚き火。そうそうそう、のろしのろし。ああ、いいね、あなたにしては機嫌、機転が利くじゃない。どうしてそんな上からになったの。安心したな、さとよ、逆に安心したからこそ自分のペースを保とうとしてる一瞬みんな元気だったけど、何だったんだ。肥大したの何だ、あれヤシの。まあええわ、また次回。